はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。昨夜ですね、最新ユニットのディルモードについてですね、まあディルモードに罪はないんだけれども、今回、まあ、その、こういう炎属性のアタッカーという形で、追加されたことに対してですね、正直僕は残念だという話をですね、まあネガティブな内容なんですけども、させてもらいました。でね、そちらのね、動画がね、ちょっとまあ反響がすごくてですね、あの動画の再生回数もまあ伸び方としましてはいつもの倍で、コメント数もですね、いつもの倍近くですね、ついてまして、なのでこちらに関してはですね、また、コメ読みの時間では足りなくなってくると思うんで、改めてこれはね、ちょっとあの補足説明というか、まあ、コメントへの返信みたいなことを、させていただこうかなと思います。で、今夜は今回追加されましたこちらのディルモードというユニットですね。先ほど言いましたように、ディルモードのこの回のガチャはね、僕ね、回す気にはなれないけれども、ユニット時代には罪もありません。なのでね、このディルモードというユニットのステータスやスキルとか分かってる部分ありますんでね、そちらの方の解説と、で、いつものようにですね、僕なりの育成方針とおすすめスキルセットの話をしていこうと思います。では参りましょう。このチャンネルは、ほぼマリスマホゲーム、特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです。私が中野糸明です。囲碁おむしろきょう。で、今夜のコメ読み集会は、久しぶりにバダル大樹会を回ってます。茶太郎さん、育てる途中ですが、クレアは良いですよ。死んで欲しくないソーサラやヒーラーのところに陣取って攻撃してくれるので、壁になってくれます。前線に出て壁になるというより、後方で後方のヒーラー、ソーサラを守るタンクという感じなので、スキル次第で恐ろしくなる可能性があります。まだアリーナで見ないですが、ソーサラの前にクレアがいたら積むと思います。絶対取った方がいいですよ。オートでソーサラの側に陣取るので強いです。チャージ特技さんかな。チャーさんはつけたので、ビームで蹴散らす火力もあります。ということでね、クレアについてですね、まあ僕が、まあガチャ回したけど取れなかったよって話だったんですけどね。で、まあ僕は前線に出ないとね、あれ使いにくいかなと思ったんだけど、その後ろの方に控えて、で、後ろのヒーラーとかソーサラを守るとかですね。逆にだから前線は2体だけでやるっていう感じなんかな。うん、アリーナでね、ソーサラの前にクレアいたら確かにこれだと積みますよね。まあ取れるもんなら取りたいんだけどね。なんせね、やっぱ1周年にね、まあどんなことが起きるかってことも考えてね、ちょっと予算的にね、ちょっと今回は控えています。テセプターさん、確かに前回コラボみたいなユニカクガチャチケンとかの優遇が少ないからあんまりやる気起きないんですよね。ですが、レコードオブグローリーの集会の回があって、怪盗ロビンがやっとレベル100になりました。初めての100キャラなんで嬉しいです。話は変わりますが、前回のコラボの格付けで入手したプリムの育成に困っています。がっつりアタック。おっと、なんかナウローディングから動かないぞ。なんか調子悪いですね。なんかさっきもツイートで見たけども、ナウローディングから動かなくなること結構あるみたいですね。なんかね、サポート使用したらね、なんかナウローディングから動かなくなることあるみたいなんで、サポートなしで回ってみますね。まあ、あくまでこれ噂ですよ。今ツイートでね、教えてくれた人がいたんで、それだけなんですけども。コメ読みの続きです。話は変わりますが、前回のコラボの格付けで入手したプリムの育成に困っています。がっつりアタッカーなのかサポート系がいいのか、アキラさんおすすめありますかね、ということで、まず怪盗ロビン100キャラおめでとうございます。で、プリムに関してはですね、もうこれはもう圧倒的にサポートです。うん。もちろんね、アタッカーとして育てるのも結構面白いと思ってね、そういうのもやってみたいかなとも思ったんだけど、やっぱそのサポート系のね、バフ系の魔法も結構覚えますんでね。あと、精霊呼吸やったか、精霊刺激やったかな。自分の発動したバフデバフの時間がね、伸びるっていう個性も持ってるんでね。やっぱサポート系で、バッファー系で育った方がいいかなと僕は思います。ティッシュイさん、ムキムキのティリアがパワーワードすぎる。それにしても、ソサの火力すごいな。無影装備どっちもないから、火力以前の問題だけど、アリーナでは魔法1ヒット100ダメとか出してみたいということで、この間のね、土曜日のね、アリーナ対戦でね、あれ誰だっけな。あれ、インフィニティさんか。インフィニティさんのティリア殴りに行ったんだけど、全然ダメージ入んなかったからね。ガチ向きのね、ティリアだよっていうのを、確か動画でコメント言ったんだけど、それについてですよね。うん。で、無影装備どっちもないんですね。あれ結構簡単に手に入るからね、まあ、取るだけ取った方がいいかなと思いますけどね。ラクトンさん、こんばんは。今日、アークの FF 外伝が当たりました。自分は初めて1ヶ月のプレイヤーですが、爆死がほぼほぼないです。初心者に当たりやすいように運営に仕組まれてるんじゃないかと思ってしまうくらいです。自分はガチャなので結構モチベが左右されてしまうタイプなので、これからが少し心配です。話は変わりますが、最新新型のウイルス怖いですね。この動画で言った通り、法的に外出を制限するべきだと思いました。私は今高校生ですが、4月から普通に部活が始まってしまいます。どんどん感染していってる中、電車通学は怖いですね。アキラさんも十分体調に気をつけてください、ということで、またナウローディングから動かねえよ。ちょっと今日はね、ちょっと集会やめときますね。うん、これじゃあコメ読みができない。
で、コメ読みに戻りますけども、ラクトンさんね、最新の新型ウイルスの件ね、うん、この間ね、まあ、動画で言ってたというかね、ちらっとね、そういう、テロップを出してたんですかね。うん、まあ、高校生なんですね。で、僕はまあ、社会人なんですけども、正直言って、その、まあ、電車通勤してますけども、うん、まあ、密閉空間で密接したらあかんって言ってるけどね、何これって思うからみんな密接してますからね。もう普通に感染広がってるんだろうなと思いますけどね。うん。まあ、都会の方がなんか怖いですよね。うん。皆さん気をつけてくださいね。で、志村けんさんのね、訃報を聞いたんですけれどもね。あんな感じで、やっぱ、高齢者の方とかね、あと、障害を持ってる方とかがね、持病を持ってる方とかがね、大変、重篤になる方たちが多いというふうに聞いてますんで、皆さん気をつけてくださいね。クリさん、カルマさんは湧いちゃうでって。ちゃうかったー。クリさんなんだっけ、もう分かんなくなってきちゃったからね。ね、YouTube 名と、ね、ラスクラネームが違う方はね、間違っちゃうんでね、気をつけます。クリゴロさんすいません。島田さん、対戦ありがとうございました。悔しいってことでね、島田さん、なかなかギリギリの攻防でしたよね。またアリーナ対戦、楽しみにしています。期待で準備しておいてください。アクセルさん、ランディのあの設定は見た感じ悪くなさそうですね。ただあんまり通常攻撃をする暇がなさそうだから、キラーだけを外した方がいいかも。ナイトとかは通常攻撃で倒れる連中じゃないですからね。ちなみに、ピオリンからの復帰は特技も押せるからこそ、両手で4ボタンを早く連打するができて、比べ物にならないほど早くなります。一つのボタンだけ押してもクールダウン、制限がありますから、遅いです。アキラさんの特技だけ押していたところを見たから、勘違いされたかとしまいになりました。ただ偶然だったらすみません。あと、最近調べて驚いたことなんですけども、オルダーナ闘技場のヒルミ体制はなんと30秒ですから、ソーサラーを殺す時間が十分なはずです。火力がなくても要研究あったらプラウドフォースが使えなくなるから、ほっといても金賞の削りで自殺します。さすがに病気の対策してる人はいないと思いますから、安定すると思います。そしてもう一つ驚くべきことが分かりました。金賞の回復を割と封じる方法があります。アークの海岸線の発見で相手クリティカルを 50% で無効化し、別のユニットに境外ミゼルを装備してクリティカル無効化したら、魔法のクリティカル可能な対処は半分になりますんで、クリティカルの回復も半分になります。さらに残りのキャラにロイヤルアーマーをつけて、何もしなくても相手の禁止ユーザーが死ぬことも全然あります。あと、ランスベルいたら、個性で瀕死の時にクリティカルを無効にしますから、あともうちょっと完全無効ですね。勝手に自殺しなくても回復量は結構減るので、殺しきることが簡単になります。こうやると、無影響である初級魔法でも禁止ユーザーに少ないとはいえ、致命的なダメージを与えることができます。多分これがこの間のコメントの誰かさんが言ってた防御側でもできる禁書対策です。いつもコメント長くてすみません。気づけばこうなりますということで、もう本当アクセルさんすごいね。ブログだよね。これも僕のコメント欄でブログ書いてくれてるって感じだけど、ここまでいったらほぼ完璧というか、まあ、まずねピオリンの対策も、僕間違ったんでね、これで連打すればいいし、でこれ面白いですね。相手をなぜひるみ耐性30秒と、なぜか、相手のクリティカルを無効化することね、魔法でクリティカル発生するのを無効化することで、禁止操作らをね、自殺に追い込むことができるという話でした。うん、要するにね。でね、毎度言いますけど、アクセルさん、日本の方じゃないんですよ。ね、ここまでの日本語の文章を書ける時点ですごいと思うんだけど、本当いつもありがとうございます。という感じで、今夜もね、たくさんのコメント読ませてもらったんですけど、まだまだ実はね、たくさんコメントいただいておりまして、先ほど言いましたように、まあ、今ね、全部コメントを読ませてもらってるんですよ。けど、ちょっと、絞らせてもらうか、もう少ししっかり時間をとってですね、コメ読みの方をしていこうかと思っています。毎晩、本当たくさんのコメントありがとうございます。それではですね、最新ユニットのディルモード、こちらのステータスの方をまず見ていこうと思います。タイプ獣なんですよね。HP が4260、MP160、ストレングス1020、ディフェンス913、インテリジェンス589、マインド789ということで、HP が高いんですよね。だからやっぱタンク系なんかなと思ったんだけど、ただにしてもディフェンスはそうでもないと。で、ストレングスがクソ高えなと思って、1020もね。で、これね、ユニットレベル100、潜在覚醒最大、アビリティピース全開放済み、スキル未セットのステータス。なんで、これからね、スキルコストをかけて、いろいろ増やしていくことによって、さらにもっと強くなっていくという感じです。やっぱりだからアタッカーだよね。で、属性耐性は、やっぱ氷属性が弱いと。闇属性もマイナス10ありますね。状態異常耐性が、暗闇が弱なんだね。うん、だから、まあ、アタッカーだから暗闇やられたら結構きついんでね、この辺はね、やっぱスキルで対処していく必要がありますね。で、特技、超必殺技が、特技1、フォイヤ・クーゲル。前方の敵に炎属性の連続攻撃。特技2、ゲファー・ベヒター。前方、勝敗の敵に炎属性の連続攻撃。敵に炎耐性ダウンの効果を付与。特技3、エルガー・ソルダート。
前方宙返りの敵にめがけて突進し大爆発する炎属性の連続攻撃。超必殺技ゾンネシュトゥール、敵全体に炎属性の強力な連続攻撃ということで、なんとかこの単純な攻撃以外に効果があるのは特技のゲパーベヒターだけなんだけど、この敵にも炎耐性のダウンの効果を付与するのは強いですね。自身の攻撃が全部炎属性やから、それに対してその耐性を下げるっていうのは自分の特技にで自前でできるのはいいですね。で、個性が個性1、鮮血の魔獣、通常攻撃に炎属性の追撃が発生、瀕死時に SCT 回復速度、物理攻撃入力が増加し、物理攻撃に炎属性の追撃発生1回限定。で、個性2がフランメエッセン、確率で炎属性の攻撃を無効化し、無効化時に全特技の SCT を10秒回復、次に発動する特技ダメージが2倍になるということで、まあ、まず鮮血の魔獣の方がね、瀕死時には、回復速度が上がるんと、物理攻撃に炎属性の追撃が発生するんで、要はあの特技の方にも乗るよってことですね。で、昨日の公式ツイッターの動画の方で言うと、超必殺技の方には鮮血の魔獣乗らなかったね。で、個性2がフランメエッセンが確率で炎属性攻撃が無効化。だから炎属性の攻撃だけね、通常攻撃が無効化にするんじゃなくて、炎属性の攻撃だけは無効化するから、これ、魔法も含まれるよね。だから、炎の魔法とかも含まれるから、シュライリザとかに連れてったらいいんかな。で、無効化されたら全特技の SCT を10秒回復した上で、発動する特技ダメージが2倍になると。ということで、まあ、守りと攻撃どっちも兼ね備えているっていうずるい個性です。で、自前で取得できるスキルが、攻撃アップ2、攻撃アップ極み、クリティカルアップ2、急所狙い、プラウドフォース、ヒューマンスレイヤー、覚醒、鋭気、炎アタックレイズ、炎クリティカルレイズ、勝利の美酒、海賊の宴、板伝、ダブルインパクト、爪ハイブースト、根性、ボルファングの歯、ボルファングの劇、そして魔獣同盟ということで、まあ新スキルが1、2、3、4、5、6、6つも新スキルあるんですね。一つがまあヒューマンスレイヤー。これもずるいよね。物理攻撃に人間系に効果大ですからね。物理攻撃だから、ね、特技も含まれますからね、これね。ヒューマンスレイヤー乗るっていう。これだからソルジャーないとスナイパー操作ら4つに対象になってますからね。で、炎クリティカルレイズ。これも新しいですね。炎属性のクリティカル発生率が 5% 上昇。で、クリティカル発生時の威力が 50% 上昇と。まあ、炎属性に即した形のスキルですね。で、爪ハイブースト。爪装備時に物理攻撃の威力が 20% アップし、クリティカル発生時の威力を 20% アップと。ということで、まあ、爪ハイブーストね、実装されるだろうなっていうね、予想スキルの中にも入ってましたけど、なんかこの単純に火力アップするっていうだけじゃなくてね、もう少しなんか考えてほしいね。ただ、いずれにしろ、クリティカルなんでね、これもね。これもクリティカル頼りという感じになってます。で、ボルファングの歯がクリティカル発生時にブレイク値を大幅に増やす。で、ボルファングの劇がブレイク状態の相手に対するクリティカル発生率プラス 15%。ということでね、まあ、まず、ボルファングの歯で、クリティカル発生 を普段から上げておいて、で、ブレイク値を大幅に増やしておくと。で、ブレイクしたらボルファングの劇で、ブレイク状態に対してはもうほぼほぼずっとクリティカルができると。その前にクリティカル乗せたらね。っていう感じになるね。で、魔獣同盟は、セットした味方ユニットが2体以上で、ストレングス、ディフェンス、インテリジェンス、マインドの4つの生産が上昇するよということでね、これが、SS レアーク、今回追加されるブレイズガーデン、あちらの方で覚えれるんで、他のユニットにもつけることで、全体が上げることができるということです。っていうわけで、まあ、要するにもう、クリティカルだよね。アタッカーだね。もう物理で殴りだね。っていうのがもう本当に、分かりやすい、ユニットになってますね。まあ、ということでですね、そんなディルモードの育成方針ですと、それがこちら。はい、ブレイク&クリティカル特化。もうシンプルに強いです。はい、これね、強いやつ特有なんだけど、選択肢がさほどない。もうこれだけに特化するって感じになってきます。はい、なので、まあ、見ての通り、ブレイクも取りに行けるしね、で、クリティカルで、発生する付属効果がね、たくさんありますんで、ダメージがね、たくさん増やされるんで、それやったら、まあ、これに特化していくのが一番賢いかなと思います。で、それを踏まえたらですね、おすすめスキルセットの初期がこちら。まず、環境整備ですね、いつものように。スキルコスト21になりますけど、攻撃アップ3、クリティカルアップ、クリティカルアップ3、堂々、で、ファストクリティカル、で、ファストブレイクと。となってるんですけど、まあ、要はこれ自前で覚えれるやつ以外のね、火力を乗せれるやつを、シンプルに乗せるだけです。クリティカルと攻撃ギャップを増やすことと、堂々とファストクリティカル。で、鋭気がね、もう覚えてくれてますんで。で、プラウドホースも覚えてますね。自前で覚えれるんで、回復しながら、まあ、堂々で火力を増やしながらできると
という形になってます。もちろんオートクリティカルとかねとかオートブレイブとかもつけてもいいんだけど、そんなに長く多分戦わないユニットだと思う。単純に強いから。なので、まあ、初期はこれで、まず環境整備です。で、中期の方ですけれども、もう個性を強化していきます。スキルコスト52プラス31です。特攻ブーストと急所狙い回と二刀流、そしてブレイカーです。はい、まあ、特攻ブーストはね、先ほど言ったようにヒューマンスレイヤーっていうね、あの格別なねスレイヤー系のやつを持ってます。新スキルを持ってるんで、それを生かすためには特攻ブーストつけたらさらにそれが乗っかると。で、クリティカルの時にね、威力を上げるための急所狙いはもう覚えてますんで、急所狙い回をつけてあげる。そして二刀流、もうこれも火力を万全に上げていくためですね。あの HP 高いんでタンク系かなと思うけど、完全にその覚えれる自前の取得スキルはもうアタッカー向きなんで、これはもう二刀流つけていくべきです。で、ブレーカー、これ意外とブレーカー覚えてなかったんですね。自前の取得でブレーカーがなかったんで。ただそんなことしなくても多分ブレーク値高い多分ユニットなんだろうなと思います。で、まあ、それも踏まえてですね、HO ブレーカーをつけておきました。そして後期、スキルコスト78、中期のプラス26ですけども、これはもう弱点の補強です。先ほどの、ね、ステータスの方にも見たらですね、暗闇が弱だったんで、これはやっぱね補強しとかなきゃいけないので、暗闇無効は多分これ必須になってくると思います。これは忘れず絶対つけた方がいいと思う。これはで、麻痺無効、呪い無効、これ麻痺と呪いにですね耐性がなかったんで、でこれアタッカーにはですね、もう麻痺とか呪いされるとですね、なかなかこう黙らざるを得ない状況増えてしまうんで、この辺も補強していく必要があるので、弱点補強で暗闇と麻痺と呪いを無効をつけておく。そして最終形です。スキルコスト98で火力を最大化させます。腐食の牙と聖なるオーラ、そしてスカイハイです。これ意外とね、スカイハイがね、あの今回体験がねないから使えないんだけど、僕ね動画で見る限りね、多分これね3つとも多分乗ると思う。うん、てか超必殺技も乗るんじゃない、多分スカイハイはと思うんで、つけておきました。で、腐食の牙はね、あのポックリと僕のお気に入りですね。アタッカーには必ずつけた方がいいんだけど、まあそれ以前に火力は全然強いんで、今回最終形の方に持ってきました。で、聖なるオーラね、結構ね、バカにできないと思うんですよ。で、今回ね、武器が爪なんでね、そのね、威力をこう上げるっていうのを含めて、聖なるオーラがいいんじゃないかなと思ってつけてみました。まあ、という感じでですね、まあ、全体にわたってですね、ほんま、もうシンプルに火力を積み上げていく、クリティカルを積み上げていくっていうだけです。うん。それ以外の逆にね、能力っていうのはね、もう自前取得で全部つけるんですよ。だから、あの、僕、海賊の宴をね、自前で覚えれてるのが強いなと思うんですよ。うん。本来チャージ特技とかあの辺もつけたりとかね、クイックトリガーとかつけたいなとかも思ったんだけど、それをつけるぐらいやったら、もう筒の通常攻撃の火力ももちろん高いから、うん。それでもう全然構わないかなと。で、個性2の方でね、ST の火力もありますんで、そういう意味では、そういうスキルで後付けで、SCT の火力点を速くさせるよりかは、通常攻撃に殴りながら、それで普通に多分戦っていけるだろうという感じに思ったので、まあこういうスキルセットにしてみました。まあ、一覧には横出してますけれども、だからまあ強いキャラってね、やっぱね、その選択肢がやっぱ狭まれるよね。うん。ていうか、その自前でイダテンも覚えましたからね。だから、うん、なかなかこう、すごく強いユニットであるかなとは思います。うん、はい。という感じで、今夜は最新ユニットディルモードについてですね、今分かっている情報についての解説、それとですね、僕なりの育成方針とおすすめスキルセットの話をさせてもらいました。まあ、昨日の動画でね、お前散々ディスってたじゃないかと。いう方はいると思うんですけど、僕ディルモード自体をディスってるつもりはないです。ディルモード自体はとても優秀なユニットなんだけど、ただそれによって前にいたバンというユニットがね、殺されてしまうという状況を運営はどう考えてるんだということが、まあ第一の気持ちだったんですね。だから逆にバン持ってない人がね、ディルモードゲットしたらね、それはまあ多分普通に育成していけるだろうなと思うし、僕自身もじゃあディルモードゲットしたらね、育成しないかって言ったらね、します。うん、単純に強いからね。ただこんな感じの、その単純な上乗せの上位互換のユニットが出てくるっていうのは、あまりにもちょっと面白くないかな。で、なんとなくと思うんですけど、だんだんその運営もそのユニットに対してどんな自前取得スキルがあったらいいのかっていうのが分かってきたのかなって気がしますよね、今回の見てたらね。で、明日はですね、今回の実装された新しい機能のね、話もしたいなと思うし、ディルモードの昨日のね、動画ね、の方についたコメントがたくさんあったのでね、ちょっと多めにコメ読みをね、する時間を割くかもしれません。まあ、そんな感じで考えてます。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。